S321V ハイゼット。今回ね、ちょっとエアコンが効かない。で、エアコンかけたらね、まあ普通電動ファン回るんですがね、ファンがね、回らないですね。で、ちょっとね、それを点検していきたいと思います。ちょっとね、電動ファンのねカプラーですね、そこからね電源を入れたいと思うんで、ちょっと上げます。ちょっとねエンジンかけて、ファンがねあれか、ちょっと叩きましょうか。ここでね、ファンが回らないとね、回りました。これでね、エアコンがね、行きますね。まあ、とにかくね今は叩いてね、いけたんで、ファンのね、モーターがね、悪いで、これね、ファンモーターだけで変えれるやつとね、アッセントね、どっちかわからないです。毎回ね、まあ、このモーター、注文してみたいと思います。今はねファン回ってます。エアコンもね効いてます。さっきまでね、もうすぐねエアコンがカチンとね効かなく、まあ止まるっていうかね、そんな感じになってます。まあ、今回はね、ちょっとね、もう休日ということでね、まあ、部品も入らないしね、ちょっと在庫状況もちょっとわからないのでね、まあ、今回はね、まあ、これでとりあえず、ね、納車いうかね、まあ、作業終了していきたいと思います。まあ、他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。